北国大花火川北大会は石川県のみぐん川北町で毎年8月の第1土曜日に開催される花火大会である。北国新聞社による主催事業で川北祭りの共催イベントとして開催されている。北国大花火川北大会は1990年7月29日の第5回川北祭りの共催イベントで開催された北国花火川北大会が 期限となる1990年には400発の花火が打ち上げられた。その後、年々花火の打ち上げ数が増加されていき、1994年からは、これまで7月の第4土曜日に開催していた、川北祭りが8月の第1土曜日に開催また、1999年により、大会の名称を、現在の北国大花火川北大会に改称した。なお、 2020年の開催は、新型コロナウイルス感染症の感染防止に伴い、川北祭りも含め中止となった。自動車公共交通機関1996年より、FM 石川によるラジオ中継が行われており、ミッドサマーファンタジーという番組名で特別番組が放送されている。リクエストやメッセージ紹介とともに、花火の紹介も行われる。前日の通り、 2020年は川北祭りの開催が中止になったことに伴い、放送も中止となった。1996年と1997年は20時から21時55分まで、1998年と1999年は20時から22時まで、2000年からは20時から21時30分まで放送となった。なお、 JFN 共通の時報スポットは挿入される。川北町役場に併設される川北町文化センターの2階特設スタジオから放送されるが、リスナーへの公開放送の形にはなっていない。放送数日前から特別番組のホームページが開設され、メールでのリクエストやメッセージを放送当日まで受け付けている。花火大会開催当日の番組内では、 交通情報は放送されない。2010年はツイッターと連動して中継が行われた。なお、ラジオの中継の他に金沢ケーブルにおいても中継が行われる。2016年までは北国大花火川北大会と、毎年同日に北陸中日新聞主催による全国選抜北陸中日花火大会が金沢市の県営豆田簡易グラウンドで開催されて、 いたが、この年の開催をもって終了した。2020年は、川北城調整施行40周年を記念し、例年より規模を拡大して開催する予定だったが、前日の新型コロナウイルス感染症への感染防止に伴い河北祭りと共に中止となった。ありがとうございます。